ました。この待ち時間のコーナーで事件の全貌を再現したいと思います。キャストを紹介します。騙す人、花村一也。騙したくないんですけど、騙す役なんです。よろしくお願いします。騙さないですかね、本当は。はい、そう本人が言ってます。騙される人、はい、ナオミ・ローラ・キャンドル、28歳です。違う、詐欺じゃないでしょう。あ、詐欺。イケメン警察官、八戸警察署生活安全課巡査部長、三笠和人。はい、こんにちは、よろしくお願いします。天の声、可愛い店員、八戸警察署生活安全課巡査部長、伊勢あゆみ。はい、使用したからお越しいただきます。この4名で今日ですね、特殊詐欺事件を再現したいと思います。三笠巡査部長、一言どうぞ。はい、今日特殊詐欺、よくある手口をちょっと寸劇で紹介したいと思います。その他にも年末年始にかけて、事件事故多くなりますので、皆さんにお配りしているチラシ、どうぞ家に帰って勉強してもらって、被害に遭わないようによろしくお願いいたします。はい、会ってからもうそれですもんね。そうなんです。ではこの4名で劇団白下と三日町でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミュージックお願いします。天の声差し上げます。天の声お願いします。ある日、八戸市三日町に住む直美さんのお宅へこんなハガキが届きました。訴訟最終告知のお知らせ。この度あなたが未納されている総合消費料金について訴状の申し入れがされましたことをご報告いたします。裁判取り下げ最終期日までに連絡がない場合は裁判所から呼び出し状が発行され出廷となります。相談に関しては当センターの窓口へお問い合わせください。取り下げ最終期日、令和元年12月16日、民事訴訟管理センター消費者相談窓口。こんなんだっけ、何なんだろう、なんだか分からないけど、私訴えられてるのかな。まあとりあえず相談窓口、電話番号0、東京0-03-1234-5678なんてもんだ。電話してみます。もしもし、もしもし、はーい、民事訴訟管理センター消費者相談窓口の花村です。花村さんですか。はい、花村です。どっかで聞いたことがあるような声、もしかして邪魔しーって歌ってませんか。とてもございません、消費者センターの花村です。私、直美と言います。連絡しなきゃ裁判になるっていうハガキをもらったんだけど、何のことだか分からなくて。お電話ありがとうございます。直美さん、あなたネット通販でお肌ツルツルスベスベになる薬買ってますよね。あらま、なんでそんな知ってるの。実はほらほら、ご覧の通りツルツルスベスベ。まあ確かにそれはまあそういうことにしておきましょう。そのお肌ツルツルスベスベになる薬、それの代金の支払いがうまくいってないようなんですね。それで株式会社サミジャンという支払い代行会社が訴訟を起こしてるんですよ。このままではね、直美さん、あなたの給料などの差し押さえが強制的に行われてしまいます。ぜひぜひ助けてください。私何でもしますから。今ならそんなお困りの直美さんを私が救ってあげられますよ。どうしますか。キャー、一夜様素敵。任せなさい。私どうしたらいいの。わかりました、わかりました。私花村一夜が一肌脱いで直美さんを救って差し上げましょう。そんな、はい、いいよ。そ
症をですね、取り下げるためにお金を10万円と和解金の100万円を合わせて110番に、あ、ちょっと待って、110番じゃない名誉110番だと通報されてしまいますね。110番じゃなくて110万円を宅配便で送ってください。それだけで OK なんですけども、ただし絶対に中身が現金だってバレないように送ってくださいね。わかりました。現金110万円を宅急便で送るのね。はい、はい、そうです。110万円だったら、冷蔵庫の中の、味噌漬け大根の下に味噌漬け隠してあるから、それしかないのちょっと味噌の匂いがするかもね。旦那には内緒。うちの旦那、嫁がこんな格好でこんなところでこんなことしてるなんて全然思って、今頃銀行で仕事してるわ早速お金を準備して花村さんに送るわね。待っててね、ガチャ。リアルな話ありがとうございます。旦那さんも参加していただきたいと思います。いやいやいや、ちょろいちょろい。まあこれで大金は俺のもんだぜ。へそくりから出すって言ってたな。たっぷり溜め込んでいそうだし、これからはもっともっと騙し取れそうだな。天の声が、直美さんは現金を送るため急いで宅配屋さんに向かいました。現金を郵便に入れます。入れました。普通郵便です。こんにちは。この荷物大至急送りたい。え、飛ばしてかな。飛ばしてない。いらっしゃいませ。飛ばしてる。いらっしゃいませ。直美さん、いつもお世話になっております。そんなに慌ててどうしたんですか。すごい慌ててしまいました。この荷物大至急送りたい。のー、大至急なのー、急がないと大変なのー。直美さん、落ち着いてください。落ち着いてる。なんか変ですよ。何があったんですか。何もないわよー。私は落ち着いてるわー。大丈夫よ、しつこいわね。それより急いでこの荷物送りたいの。直美さん、やっぱりおかしいですよ。前からおかしい。気づいていないかもしれませんが、直美さんは困っているとき必ず語尾が伸びるんですよ。今日は来てからずっと語尾が伸びっぱなしです。何があったんですか。その荷物は何なんですか。いえいえ、全然大丈夫よ。なんでもないから。直美さん、やっぱりおかしい。とりあえず警察に通報しますね。110番します。もしもし、もしもし、なんだか挙動の不審なお客さんが来ているんですよ。大急ぎでかっこいい警察官の臨場をお願いします。こんにちは、警察です。あれ、直美さんじゃないですか。浮かない顔してどうしたんですか。あ、こんにちは、メガハート、かっこいい警察のミカサさん。なんでも、なんでもないって言ったんだけど、イケメンの警察、ミカサさんには隠しておけないわ。実はね、ツルツルお肌がきれいきれい、28歳でこうなんですよ。はいはい、そんなことがあったんですね。ナオミさん、それは明らかに詐欺ですよ。はい、お願いします。説明します。これは架空請求詐欺という特殊詐欺です。期日までに連絡がない場合は裁判になりますなどと書かれたハガキを送りつけて不安を煽り、問い合わせ先に電話をしてきた人からお金を騙し取るという手口です。電話をしてしまうと犯人に現金を送るように指示されたりします。身に覚えのない請求は無視してくださいね。そうなんですね。私、危うく110万円を騙し取られるところやったわ。かっこいいおまわりさん、うるうる、かわいい店員さん、本当にありがとう。詐欺は他人事と思っていたら大間違いです。サイトの利用料が未納です。すぐに連絡くださいというメールが届いたことがある人はいませんか。電話をしてしまうと、支払いの際に、コンビニに行って電子マネーのカードを買ってくださいと指示されます。
これも架空請求詐欺です。今年10月1日から消費税が増税となりました。増税を悪用した特殊詐欺にも注意が必要です。また市町村の職員や金融機関の職員などが消費税増税を理由に個人に電話をかけることは絶対にありませんのでご注意ください。消費税増税の関係で保険料の還付や払い戻し金としてお金が戻ってくるなどと言われても絶対に信用しないでください。消費税に関係なくても市役所職員をかたる人から保険料の還付金がありその手続きのために銀行から連絡が行きますなどと電話がありその後銀行協会をかたる人から銀行から連絡が行きますと電話がありその後銀行協会をかたる人から銀行口座と暗証番号を聞き出されキャッシュカードが使えなくなったから交換が必要ですと伝えられ訪問してきた犯人にキャッシュカードを騙し取られるという被害も発生しております。市役所の人や金融機関の人が交換が必要だキャッシュカードの交換が必要だなどと言って、キャッシュカードや通帳を受け取りに伺うことは絶対に絶対にないそうです。口座番号や暗証番号を聞き出すことも絶対にないそうですから絶対に教えないでください。花村一夜が聞いても教えないでください。個人的には相談におりますけど。で、はい、あなた花村さんじゃないの、はい、かっこいいミカサさんこの人犯人です。早く捕まえて。決して一人で抱え込んではいけません。ちょっとでもおかしいなと感じたら待ってその話詐欺かもと思って家族だとか近くの警察、消費生活センターなどに相談しましょう。私はあなたの味方です。味方です。すみません、まあ、はい、いいですか、はい、マジかまるぞ、ま、いいじゃないですか、もうやめです、はい、花村さん、やめられちゃったら